終わったぜ。終わったぜ。どうも。どうも、おはようございます。ポテトメガネでございます。ね、実は僕、歯医者に通い始めましたね。おう。え、何のために？いや、虫歯が。あ、そっち。虫歯というかね、かぶせ物がこう取れたんですよ。はいはい。で、歯医者数年行ってなかったんですけど、今、まあ、ちょうどね、クリスマスの、まあ、シーズンということで、結構やっぱその、なんか装飾、言うたら、綺麗ですね。院内の装飾だったりとか、うん、あとね、こう、うがいするカップあるじゃないですか。あれがクリスマスの模様になってたりとかするわけなんです ね。当然やっぱり BGM もクリスマスソングメドレーになっておりまして、ね、なってるわけですよ。よくあるじゃないですか。で、院内なんで、基本的にやっぱオルゴールバージョンなんですよね。はい、普通のやつではないんですよ。リミックスまたはオルゴールバージョンで仕上がっておりました。はい、なんですよね。で、まあ、治療が始まりましてね、うん、あ、なんか心地いいななんて思いながら治療を受けてたんですね。で、今回やっぱ歯のね、型を取るようなレベルをの治療だったんで、型をね、やっぱなんかこう、よくあるじゃないですか、ガムみたいなこう、ベタッと引っつけて、型をこうね、噛み合わせを取るようなやつがあるじゃないですか。そう、それをね、こう、まあ、なんかこう塗っていただいて、歯にね、そう、それを待ってる間ね、固まるまで、そしたらね、そのね、歯科衛生士さんの、さんが、なんとなくね、BGM がその時に、山下達郎さんのクリスマスイブだったんですよね、オルゴールバージョンがね、はいはいはい、で固めるときにその固めるチェックをね指でトントンとしてたんですけど、完全に BGM と合わせてね、タン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 みたいにされてたんですよ、多分。でそれがね、察知したらすぐ感じたんですよね、これリズム乗ってませんかねみたいに思っちゃって、まあ、それなんかすごくなんかハードウォーミングというか、え、それもお互いあって思う、こんなになってるから、ね、やり取りする雰囲気はなかったんですか、ね、ない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 、歯こうなってるし話もできないし、ないけどそれを感じたんです、歯で感じたんですよ、トゥ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 みたいなのを感じたわけですよね。トントンでもいいじゃないですか。それが俺が意識してるしすぎてるだけかもわかんないんですけど、それを感じたんですよね。そう。でなんかね、やっぱこう今いいシーズンだなと、みんななんかそのハッピーな感じのね、空気感ムードになってるっていうところ。だいぶそんな感じだな、みんな。みんなね、そんな感じもあると思うんで、ね、街とか歩いてたらそう感じません？ね、とかなんかほら、例えばお菓子買うにしろ、パッケージングがなんかクリスマス仕様だったりするわけじゃないですか。クリスマスカード買ったもん。毎年書くんで。なんかそういうの豆よね。ていうかじゃん。なんか俺文字起こしすげえ好きだなと思うんだよね。文字起こし。文字起こしって誰やけど、手紙書いたりとか、なんかそのね文面書いたりとか。なんかしたいんでしょうね。なんかしたいんでね、溢れすぎてんじゃない？仕事でお歳暮とかなんか持っていくんですけど、うん、でもその時にお渡ししたい方がいない場合もあるわけですよ。うんうん、だから物は持ってこれる自信がないから送ればいいんですけど、でも後で手紙を一緒に後で送るとか、ね、なんかそれしょっちゅうしてるイメージがあるから、そうか、すごくまめにしてるイメージ、俺それ見ててわすごい勉強になるなと思うんですよね。ユムシネもやってるじゃん、まあ、俺もね結構好きなんでやってる方だとは思うんですけど、それ以上やっぱ感じる、本当すごめちゃくちゃ大切にやってきてるなっていうのを感じるんですよね、人を。できてない、ね、いやいや、してるしてる、やっぱもうすごくしてるよ、やっぱじゃあ、セサマなんかすごく、まあ、こんな感じのね雰囲気ですけど、すごくね、そういった部分で言うとですけど、ジュカちゃんファンの方には本当に申し訳ないんですけど、本音を言っていただきたいです。すごくそういう一面がね、僕はなんかいいんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、何の評価やねん、ジュカちゃんの、うん、評価していただきたい。いやいやいや、まあちょっと前振りね、ちょっと長くなってはしまったんですけれども、はい、今日ね、またちょっとね、メタルフレームをね、ご紹介しようと思います。しよ。はい、こちらの、はい、フレーム 143DT ってモデルになります。サイズがですね、47-20 っていうサイズ感で、なんかね、かけると、ね、もう早速かけてもらおうかなと思うんだけど、こちらね、これがいいんじゃないかな。わりかしね、こうなんかね、ハンド型、割と枠の大きめの、シンプルじゃないですか、うん、基本ね、はい。そう。でもちょっとなんかおしゃれな気もします。なんでだと思いますか？ここの巻いとやつ。まあ、巻いとやつ。言い方よ、巻いとやつ。期待してない。そんな、なんだ今のなんかもう、巻いとるやつ、巻いとるやつ、巻いとるやつじゃない。そうです、おっしゃる通り、やっぱりでも間違ってない。なんかね、ここやっぱりこう、わかりますかね、こうリムの箇所とですね、やっぱこういう横のね、ここはね、このね、やっぱ彫金ですよね、やっぱ施された細かいね、
それがやっぱりね、なんかこうすごく高級感もありつつ、ね、ちょっとしたデザインとしてね、やっぱかなり効いてますよね。これだけなんですよね、なんかね、シンプルなんだから、ね、そうで厚みが結構メタル厚がね、比較的こうあるのでね、度数が比較的こう、ね、そうですね、ある方でもすごくやっぱいいんじゃないかなと。テンプルもそうそう、テンプルもそうですよ。テンプルもそういう風に入ってる、そう、軽量ですね。ピュアチタンということでね、あの程よいこのね、弾力性と掛け心地で、もう掛けやすい、また、もうなんていうんですかね、本当にストレスがない、なんかさらっとしててまたいいよね。掛けやすい、掛けやすいしね、今日なんかコーディネートでもあってるのかな、ピアスの色もね、ゴールドだしっていうのもあるから、すごくいい気がしますね。うん、例えば肉厚なセルワークとかもね、結構やっぱ今も出てるんですけど、うん、なんかそれとのこうなんかね、対照的にもうなんか削ぎ落として削ぎ落としてっていうご提案も僕たちは結構割としてるんでね、うんうん、こうそういう部分では程よいところなんかついてるなっていう感じはするんですよね。なんかこうシンプルなんだけどちょっと特徴があるぐらいで、こうね、しかも細すぎないので、そうですです、そうです。さっき言った通り、本当はあれですよ、ちょっと麺の度数があるからでもいけますよね、うんうん、ちょっとね、本当になんかこう、ね、厚みが少しこうある感じのね、いいシェイプじゃないかなと思ってます。かわいいね、いいですよね、テンプルもね、こういうね、本当にクラシックな、ね、そう、なんかね、そう、こういうのって結構割と男性が好まれるイメージはあるんですけど、うん、やっぱり女性がこういうふうにこうさらっとかけてもなんかいいなと思いますね、うん、ね、これかけたい、うん、ね、はい、いいでしょ、ひろちゃんも割と好ましい感じなんじゃないかなと思ったんですけど ね、 なんかレンズが入ると余計綺麗になるんで、絶対綺麗に上がりますよ、はい、うん、もちろんね、そう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 、ゆかちゃんにはね、もう本当にそのままでいてほしいっていうところでね、ご来店いただく方もいつもね、おっしゃってますね。ゆかちゃんには別にそこをなんかもう、求めてるわけじゃないみたいな、お客さんに言われるっていうね、はい、こともありますからね。どんだけ心強いんだって。うん、本当にゆかちゃんもどん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 やっぱ成長しておりますからね。そうそう、まあ、そういったのも含めて ね、 ちょっとね、はい、動画内でもね、本当なんかそういう出していきましょうかね。ですね。うん、まあ、期待されてはないかもしれないですけど、してはい、すいません、はい、じゃあということでね、はい、はい、本日はですね、そういう DJ クラシックの、ね、ものをご紹介しましたね、はい、クリスマスプレゼントにカップルでお揃いとかもいいんじゃないですか、非常にいいと思います。ね、目がちょっと、はい、結構来られませんでも最近、そうなんですよ、時は思ったとね、一緒に選ばれたりね、うん、なんかいいなと思いました。なんかそういう時にやっぱりほら、ジカちゃんとかは女性目線とかあるじゃないですか、うん、なんかね、僕らと違うなんかその視点を持っててくれるからいいですよね。まあ、振られてくれることそんな知らんけど、いやいや、ちょっと誇らしいなんか知らんけんな言うて、もうそんなんやけど、まだちょっと外やけどな、意識はなんかでも非常にいいですよね。なんか安心されてますよね、なんかカップの方とかがね、やっぱり確かにそうかもですね。不安が通すとすぐ分かってすぐ2人来る。これ不安が通る。これ私じゃない方がいい。浜崎さん、みなさん。もうね、たまに本当になんかすごい緊張されてやっぱ来られる方がね、いらっしゃる、ね、いらっしゃるから、まあ仕方ないと思うんですよ。店舗もね、入り口がやっぱりこうね、メガネ屋っていうだけでちょっと緊張します。そう、緊張あるんですけど、あのね、そんな本当に毎回申し上げるんですけど、あの本当にそんな硬い感じではないです、僕たちはね。それは私たち見て分かってくれとやろね。ね。ないからね、本当に全然問題ないんで、はい、お気軽にあのご来店ください。いろいろ楽しみに来てください、メガネを。そうですね。ゆっくり見れますから。はい。はい、ということでね、本日もありがとうございました。ありがとうございました。良いクリスマスも過ぎてるかもしれないけど。MJ の願いはチャンネル登録、 MJ の願いはチャンネル登録、 MJ の願いはチャンネル登録、モッサンの願いもチャンネル登録、ぬぬで終わった。ぬで何？チャンネル登録よろしくねー。